皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は竹取物語の第9回、蓬来の玉の絵1回目です。今日はここからです。拡大して読んでみましょう。まずこれは、く。次は、ら。これは、もです。 そして知、次は能力の「能」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「語」という漢字を崩したものですこれは子どもの「子」を崩したものです次は「んという漢字を崩したもので「葉」と読みます これは「心という漢字を崩したものです。次は他これは八という漢字を崩したもので「は」と読みます。次は「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みます。 これは利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。和のように見えますが、上の字から筆が続いています。これはあです。次は三随です。流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。次は人 これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「て」これは「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みますこれは「保険の保という漢字を崩したもので「ほ」と読みます次は「屋根の屋という漢字を崩したもので「や」と読みます 次は「け」そして「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「は」これは三いです「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは「く」です これは志という漢字を崩したもので死と読みます次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みますこれは国という漢字を崩したものです次はにという漢字を崩したものでにと読みますこれはゆ 次は安倍さんのあという漢字を崩したもので、あと読みます。これはカタカナのみのように見えますが、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。次はに、これはまです。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次はらこれはんそしてとこれはてそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう倉持の御子は心たばかりある人にて公にはつくしの国に ゆわみにまからんとて「倉持の御子は、えー、策略性に富んだ人で朝廷にはつくしの国に当時に行こうと思います」と届けてとなります、えー、次はここからです拡大して読んでいきましょう、えー、まずこれは「い」。 次はとそしてまこれはモースという漢字を崩したものです次はて、これはかですそしてくこれはや 次は姫という漢字を崩したものです。これはのです。次は家という漢字を崩したものです。次はにという漢字を崩したものでにと読みます。これはは。 次は「たま」という漢字を崩したものです。これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。次は「え」。これは「た」です。そして「と」。 これは利益の「利」という漢字を崩したもので「利」と読みます次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「ん」 そして、ま。これは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みます次は「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みますこれはい。 そして、は。これは、おのように見えますが、世界の世という漢字を崩したものです。世と読みます。次は、て。これは、く。そして、た。わのように見えますが、上から筆が続いていますから、 利益の利という漢字を崩したもので利と読みます次は「たもう」という漢字を崩したものです次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょういとま申してかぐや姫の家には「 玉の枝鳥に何まかると言わせて、下りたもうに。かぐや姫の家には、玉の枝を取りに行きますと、使者に伝言させて、都からあ下りなさるので、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、三隋のつ、 とという漢字を崩したもので、つと読みます。次は可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます。これは「ふ」。次は「まん」という漢字を崩したもので「ま」と読みます。次は「つ」。 そして「る」これは「へ」ですそして「き」これは「人」これは繰り返しの記号です次は「み」これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます 次は難しいという漢字を崩したものです。これは波という漢字を崩したものです。次は間そして手これはごという漢字を崩したものです。これは送るという漢字を崩したものです。 次は「利,利益の利」という漢字を崩したものですこれは「志」という漢字を崩したもので「死」と読みますこれは遣唐使の「剣」という漢字を崩したもので「け」と読みます次は「る」 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。都合をまつるべき人々皆何わまでお送りしける。お使え申し上げるほどの人たちはみんな何わまでお送りしたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 これは、五という漢字を崩したものです。次は、子どもの子という漢字を崩したものです。これは、以上のいという漢字を崩したもので、いと読みます。次は、と。これは、しのぶという漢字を崩したものです。 そして、ひ。これは「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みます次は「の」次は「たもう」という漢字を崩したものです これは、八という漢字を崩したもので、はと読みます次は、せ次は、てそして、ひとこれは、もこれは、あです次は、ま これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、うい。次は、てです。これは、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。 これはし次はまこれはさです次は須藤さんのすという漢字を崩したものですと読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょうみこいとしのびて とのたまわせて人もあまたいておわしまさずミコはこっそりと人目につかぬように行くと部下に言わせてお供の人もたくさんは連れていらっしゃらないとなります次はここからです拡大して読んでいきましょう まずこれは知「次は可能」性のかという漢字を崩したもので「か」と読みます。これは「う」次は「さんずい」の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みます。これは「可能」という漢字を崩したもので「か」と読みます。 次は「ふ」これは「ま」です次は「つ」これはさんず水の「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みますこれは「限る」という漢字を崩したものです次は「し」 これは手次は出るという漢字を崩したものですこれはたもうという漢字を崩したものです次は日これはごという漢字を崩したものです次は送るという漢字を崩したものです これは里という漢字を崩したもので、里と読みます。これは能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。次は人。これは繰り返しの記号です。次は身。み これは、たたものです。ただこれはひらがなの「な」にして「みな」と読むべきところです。語気かもしれません。次は「を」。これは「く」です。次は「里」という漢字を崩したもので「り」と読みます。 これは「て」これは「かんのかという漢字を崩したもので「か」と読みます次は「へ」これは「利益のり」という漢字を崩したもので「利ののでり」と読みます次は「ぬ」 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。地公「地高都高を祀る限りしていでたまいお送りの人々皆送りて帰りぬ」「ごく身近にお仕え申し上げる人だけお連れになって出発なさってお送りの人たちは御子お見送り申し上げて都に帰った」となります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これはお。次はものという漢字を崩したもので、はと読みます。次はし。これはま。次はしです。 次は「ぬ」これは「のぼる」という漢字を崩したもので「と」と読みますこれは「ひと」次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「ばん」という漢字を崩したもので「は」と読みます 次は見るという漢字を崩したものです次は右下の方にくねっと伸びているものは「衣という漢字を崩したもので「え」と読みますこれは「たもう」という漢字を崩したものです次は「ひ」これは「て」 次は三。日付の日という漢字を崩したものです。これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は利益の利という漢字を崩したものです。利と読みます。 次は、安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので、「あ」と読みます。これは、利益の「り」という漢字を崩したもので、「り」と読みます。次は、「てん」という漢字を崩したもので、「て」と読みます。これは、こ。次は、き。 これは、かです。そして、へ。これは、和のように見えますが、上のへから筆が続いていると思ってください。利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、たもうという漢字を崩したものです。これは、ぬ。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「おわしましぬ」と人には見えたまいて「三日ばかりありてこぎかえりたまえぬ」「つくしにいらっしゃった」と世間の人には見せかけておいて「三日ほどたってなにわにこぎかえっていらっしゃった」となります次はここからです 拡大しして読んでいきましょう。これは「か」次は「ね」という漢字を崩したもので「ね」と読みますこれは「帝王のてい」という漢字を崩したもので「て」と読みますこれは「こ」下は「と」です 次は、みなという漢字を崩したものです。次は、あぐという漢字を崩したものです。次は、た。これも和のように見えますが、上のたから筆が続いていますから、利益のりという漢字を崩したもので、りと読みます。 これは介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。これはれ次はばんという漢字を崩したもので、はと読みます。これはそのという漢字を崩したものです。これはときという漢字を崩したものです。 これはひ、次は「と」そして「つ」これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「た」そして「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます 次はら、これはなですそこから筆が続いて利益の「利という漢字を崩したもので利と読みますこれはけです次はる、そしてか。 これは地です。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは、く。これは、みるという漢字を崩したもので、みと読みます。これは、ろくという漢字を崩したものです。次は、ひと。 これは、を。これは、メスという漢字を崩したものです。次は、と。これは、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。次は、て、 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。かねてこと皆仰せたりければ、その時一つの宝なりける家事匠6人を召し取りて。かねてから計画はすべて部下に命じておかれたので、その当時随一の宝であった家事の細工人を6人呼び寄せてとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは他。次は八という漢字を崩したもので、はと読みます。これはや。次はす。これはく。次はひと。 これはよです。次はり利益の利。これは道具の具という漢字を崩したもので、くと読みます。次はま。これはし。次はき。これは家という漢字を崩したものです。 次は、超えるという漢字を崩したもので、をと読みます。次は、作るという漢字を崩したものです。次は、和のように見えますが、上の字から筆が続いていますので、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。これは、て。 次は可能の可という漢字を崩したもので可と読みます次はまこれはとこれは超えるという漢字を崩したものでをと読みます次はさんこれはへ 次はにです。これは志という漢字を崩したもので、しと読みます。次は子。そして目。これは手です。これは多いという漢字を崩したもので、たと読みます。 次は繰り返しの記号です。これは、羅生門の「ラという漢字を崩したもので、「ラと読みます。次は、「を」。これは、入れるという漢字を崩したものです。次は、たもうという漢字を崩したものです。 これは生徒のとという漢字を崩したもので、つと読みます。注意してください。次は繰り返しの記号です。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。たわやすく人より熊まじき家を作りて、かまどを三えに仕込めて、 たたらを入れたまいつつ、簡単に人が近づけないような家を作って、周りを三重に囲んだ中にかまどを据えて、その家に細工人たちをお入れになり、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。 これは「ご」という漢字を崩したものです。次は「子どもの子」という漢字を崩したものです。次は「け」という漢字を崩したもので「も」と読みます。これは「お」。次は奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。 次は、し。これはととこころという漢字を崩したものです。これは、小さいという字に見えますが左から筆が入っていますので「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「竹冠」で「下が立つ」ですこれは「こもる」という漢字を崩したものです 次は、里という漢字を崩したもので、里と読みます。これは、たもという漢字を崩したものです。これは、手です。次は、志という漢字を崩したもので、死と読みます。これは、ら。次は、せ。 次はたもうという漢字を崩したものです次は多いという漢字を崩したものでたと読みますこれはる次は限るという漢字を崩したものですこれはじゅう。そしてろく。 これは「そこれは超える」という漢字を崩したもので「を」と読みます次は「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれはカタカナの「ミのように見えますが「三という漢字を崩したもので「ミと読みます 次はにという漢字を崩したものでにと読みますこれはくこれはのぼるという漢字を崩したものでとと読みます次はおこれはあそしてけ これは「手」次は「玉」という漢字を崩したものです次は「乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「枝」という漢字を崩したものですそして「を」 これは、作るという漢字を崩したものです。飛ぶという漢字に見えてしまいますね。注意しましょう。これは、利です。利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。これは、保うという漢字を崩したものです。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 巫女も同じところにこもりたまいて知らせたまいたる限り十六層、を神に工動を開けて玉の絵を作りたもう。巫女もまた同じ家にこもっていらっしゃり、巫女の支配下にある荘園の全部で十六か所の管理者に命じて荘園の財宝をすべて出させて、それを費用として玉の絵をお作りになる。 となります次はここからです拡大して読んでいきましょうこれはか次は道具の具という漢字を崩したものでくと読みますそしてやこれは姫という漢字を崩したものです 次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。これは「たもう」という漢字を崩したものです。これは「ふ」次は「や」これは「う」。 そししてとという漢字を崩したものでと読みますこれは「た」次は「かのうのか」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは須藤さんの「す」という漢字を崩したもので「す」と読みます これは作るという漢字を崩したものですこれは利益の利という漢字を崩したもので利と読みます次は出るという漢字を崩したものですこれはつそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう かぐや姫のたたもううよにがわず作り入れつかぐや姫のおっしゃる通りに寸分たがわない玉の絵を作り出したとなります続きは次回ですそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんようさようなら